ターについてお話ししようじゃございませんか。皆さんこんにちは。アップバンクストアの仕入れと PR 担当のバイヤーでございます。ちょっと前にアイリグという製品のですね動画を公開したんですね。すごいね、自分で弾いててね楽しくて、やっぱり、ね、ギターっていいなって、アイリグっていいなってね思ってね、もうちょっと深掘りしていきたいなというふうに思っていきます。おさらい、このアイリグという製品はですね、このように、ギターからですね、出てきた信号をね、こういうコードでね、今このギターとつながっているんですけども、その信号をねここでね、このアイリグで変換して iPad とか iPhone につなぐためのものなんですね。ご覧ください皆さん、ギターから出てくる端子はね通常こういう形をしていますので、 iPhone にさせるこの、ジャックピンのサイズが違うでしょ。だから iPhone とか iPad にこれをね直接挿すことはできないんですよ。なのでこのアイリグを挟むと、端子のねサイズが変換されて、信号も変換されて、iPad や iPhone で音が取り込めるようになると、そういった製品なんですね、このアイリグというものは。これを使うことで iPhone や iPad のアプリでですね、ギターの音をまるで、あの、なんていうのかな、大きなアンプを通したりとか、まあスタジオでねドーンって大きな音で弾いてるような雰囲気がね再現できるという製品なんですね。まあでも早速も自分で試せばいいやっていう方はこのアイリグアップバンクストアにありますので、もう早速ね、あの、もう速攻でねご購入ください。今販売しております。さてというわけで、まあバイヤーのギターシリーズということでやっていきたいんですが、今回はね、改めてアイリグに入る前にこのギターについてお話ししようじゃございませんか。なんとね、今回はあの超有名なギターメーカーアイバジンさんにですね、機材のご協力をいただいてこれを1本貸していただきました。見てください皆さん、このアイバニーズですよ。もうね、アイバニーズといえばあれですよ、私みたいなあの人間にとってはもう憧れのギターブランドでして、スティーブ・ワイとかね、ジョー・サトリアニとか、ポール・ギルバートとか、もうね、そうそうたる、なんていうのかな、すごいギタリストがね使ってるメーカーで、いや本当にねいいギターだなというふうに思ってるんですけども、私、今回借りたのは、ね、RGIR20B というモデルでございます。あのこの動画のね下の説明文概要欄に、あの公式のページのリンクを入れておきますので、あの仕様ですね、スペックとか、あの詳細はそちらでご覧ください。今回の動画で、ね、ちょっとそういった細かいところは、割愛いたします。でね、前の動画で使ってたギターは私の私物なんですけども、高校の頃に買ったもので、もう本当にもうずっとずっと私アイバニーズファンなんですけども、これとは別のね白いギターを前の動画で弾いてるんですが、高校の時に買ったもので、もうそれこそ10年以上使ってるモデルなんですよ。でね、さすがにやっぱね10年使ってるとね劣化してくるというか、あのフレットがすり減ってきたりとかね、あとはそのカイルとかちょっと傷んだりしてきて、まあもう私がちゃんとメンテナンスをすればいいっていう話でもあるんですけども、ちょっとなかなかコンディションが厳しいなということで、アイバニーさんにね相談をしたらですね、このモデルをですねお貸しいただいたというわけなんですね。でなぜこのモデルになったかっていう話なんですけど、皆さん見えますかね、ここに EMG のピックアップがついているんです。 EMG とは何かと分からないなという方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと補足で説明させてください。 EMG っていうのはですね、あのアクティブって言われるタイプのピックアップなんですね。このピックアップ、ギターの振動の音ですね、信号、まあ、マイクとはちょっと違うんですけど、まあまあそういうふうに考えてください。弦のこの振動の音を拾うパーツね、このピックアップってものなんですけども、にはですね、パッシブと言われるものとアクティブっていうものを2タイプあって、パッシブっていうものはそのギターのね弦の振動そのまま信号としてこうこのコードから出していく、シールドから出していくっていうものなんですけども、アクティブって呼ばれるタイプは、電池とアンプをかまして増幅してですね信号を出していくわけなんです。なので、あのとってもノイズに強いんですね。そもそも強い信号を出すのにノイズに強いと。というわけで、こういったですねアイリグみたいな製品から iPhone に出すときに有利なんじゃないかなと私は考えたわけなんです。iPhone っていうのは楽器専用の例えばエフェクターみたいなものとは違って、電話をかけたりとかネットを見たりする機能もありますので、一般的な、ね、ギター専用のものに関してノイズが多い環境なんですね。でそういったところに行ってもノイズに負けないように強い信号を送ろうということで、このですね EMG のピックアップを積んだモデルをお借りしましたね。 EMG といえばザックワイルドとか使ってますけどもね、本当にいいですよ、パワフルな音で。もちろん人によってはそのカイルの個性が強すぎてそれ以外の音は作りづらくなるから嫌だっていう方もいらっしゃるんですけどね、このパッシブのもので自分の好みに合ったものを選んだ方が細かいトーン作りができるっていう声ももちろんあるんですけども、今回ねアイリングプラス iPhone っていうもので、まあ、キラの音に期待っていう意味ではですね、このアクティブの、ね、EMG は、ね、とってもおすすめでございます。でね、あとは他にも EMG が積んでるアバジンさんのギターはですね RG の、
7570ZE とかっていうモデルがあるんですがですね、そっちはもう一つクラスが上なんですね。1本30万ぐらいして、このギターが、ね、1本で10万円ぐらいなんですね。なんでこっちの方がもうお手頃だし、そのまあ買おうと思った時に、ね、買いやすいっていう意味ではですね、こっちだなと。僕自身もね、例えばその貯金して買うってなると、まあこれぐらいかなっていうイメージなので、そういった意味でね、このモデルを借りてきました。どうですか皆さん、ぜひご覧いただきたいんですけど、相葉技術さんといえばね、このウィザードネックって言われる薄いネックがね、特徴なんですね。やっぱり先ほどご紹介した通り、ポール・ギルバークとかスティーヴ・バイとか、非常にテクニカルなね、速いもあのフレーズを弾くギタリストに愛用されているだけあって、このネックはね、非常に細いです。で、手が小さい私とか一般的なね、日本人のプレイヤーにとってはですね、ネックが細いっていうのはですね、アドバンテージですよ。このモデルはそこまで強烈なジャンボフレットってわけではないですが、あの古いね、フェンダーみたいなモデルに比べたらですね、フレットも太いと思います。ちょっとごめんなさい、数値で今比較してないけども、軽いタッチで弾きやすいという特徴もありますね。で、弦の上がロックされていて、ここでですね、レンジでガチッとロックして、ここもね、ロックされているので、激しいアーミングプレイなんかをしてもチューニングが狂いづらいという特徴もあるモデルなんですね。私はね、あんまアームは使わないので、もうこのアームは取っちゃってますけどね。ちなみにあれですね、アーム取っちゃっても、ここをね、持ってね、ガンガン揺らすとかっていう、あの、コーンとかがね、よくありますけど、そういう過激なプレイもあったりしますので、そういう派手な動きをしてもチューニングが狂いづらいというモデルです。で、ピックアップの構造はですね、ここに、2個ね、コイルが付いているハンバッキング構造になっていて、2個、ハム2発というふうになっています。で、これでね、こっち側に今フロントの状態で、フロントとリア同時になって、リアだけ鳴らすと。いう切り替えができると。中間はないね、3箇所の切り替えで、ここはね、キルスイッチになってるんですね。なんで、こっち側に入れると完全に音が切れると。なんでライブしてる時とかに、あのボリューム絞らなくても、ちょっと音を消したいという時はこうやると、もうノイズも消せると。あるいはスイッチング奏法って言ったりして、あのトモモレオレイジャーインスタマシンっていうのはトモモレオがよくやってましたけど、こういう風にカチャカチャやることで音がね、途切れるので面白い音が鳴るみたいなね、そういったこともできると。で、24フレットという仕様でございました。非常にね、深くまでこうカッタライって言うんですけど、ザグリが入っているので、あの24フレット付近までですね、簡単に手が届きますね。あの指が入りますね、スッと入りますね。いい感じでございますよ。もうまさになんていうか、ガンガンいろんなねフレーズをね弾けるギターですね。ちなみに、ね、裏側はこんな感じで、ここにあのピックアップに使うような、ね、電池が入る付けがついてますね。で、ほらほら、あとここの部分とかもわかるかな、あのね、完全にフラットではなくて、少しこういう風に削り込まれているので、あのこんな感じであの指を入れるような人でもですね、あの分厚くなりすぎないでやりやすいですね。まあここまで入ればね、弾けるとは思いますけどね。というわけで、今回は、ね、アイリグのご紹介というよりかはね、アイリグと iPhone につないで、ギタープレイを楽しむならどれがいいのかなと考えた結果ですね、私が、借りてきたギターはこれだよということで、アイバニーズの、ギターの紹介でございました。このね、ピックアップがノイズが少ないものを積んでるから、 iPhone みたいな、一般的な、ね、楽器用のエフェクターに比べてノイズが多いものを使ってもですね、いい音が出るんじゃないかなということでのチョイスでございます。というわけで、次回はですね、アイリグとね、あとね、アプリをいろいろ試してどんな音が出るのかっていうのをね、見ていきたいと思いますので、皆さんご期待ください。バイバイ。